6月17日は、グレゴリオ歴で年始から168日目にあたり、年末まで、あと197日ある。アメリカ独立戦争、バンカーヒルの戦い自由の女神像、ニューヨークに到着アメリカ合衆国の、福音軍人らによる、デモ行進、ボーナスアーミー東ベルリンボードウォーターゲート事件、発覚。画像は、舞台となった。 ウォーターゲートコンプレックスイングランドをエドワード一世、誕生画家、建築家、ジョバンニ・パオロ・パンニーニ。画像は、サンピエトロ大聖堂プエルトリコの海賊、ロベルト・コフレシ天文学者、ロス教、ウィリアム・パーソンズ作曲家、シャルル・グノー。歌劇、ファウストより、ああ、素晴らしい。大きく科学者、ウィリアム・クルックス。タリウムを、発見作曲家。 イーゴリストラビンスキー。クラリネットソロのための3つの商品を聞く、電撃作戦を発案した、ドイツ第3帝国の軍人ハインツグデイリアン部官、坂の上の田村マロボツ、勇オ王ボレスは不一水没。死の直前に、ポーランド王となった室町幕府第13代将軍、足利義照、A6 の編で打ち死に。カージャール朝初代皇帝。 アーガー・モハンマドシャー暗殺される、イタリアの銀行家、ロベルト・カルビの首吊り死体発見アイスランドの、独立記念日砂漠化及び干ばつと戦う世界で。ありがとうございます。